プロスピース、はい、久しぶりのプロスピエースでございます。ということで今日はですね、交流戦のマリンに解説に来てまして、まだ入り時間に早いということで、ちょっとプロスピの動画を撮ってなかったんで撮りたいと思います。里崎ポルシェツ、こちらサイバーエージェントとタッグを組んで里崎売り出してますから、あ、動画にもありますから、これから出るのかな、もう出てるのかな、わかりませんけど、制作秘話にありますから、ぜひそちら見て、ぜひ購入してください。いいでしょ、里崎、里崎。ということで今日プロスペースね、まずはですね、前撮ってたやつなんだけども見てもらいたいと思います。今回あのライトのポジションで小森でもね、いい選手いっぱい出て、まあ欲しいのがね、柳田、近藤、佐藤輝、トランクはちょっと継承できないから、で福留もまあいらないんで、オースティン、杉本、マーティン、まあ、島内でもいい。だからまあ一番欲しいのは柳田かな。まずそちらの動画をご覧ください。さあ1回目ね、この前ね、すんなり当たったからね。さあ1回目から来るのか、来るのか、どうなの、飛ばない。三森、サンタナ、ロメロ、奥川、秋山の B ばっかり。2周目、さあ行きましょう。2周目、何も出ない、何も出ないからの、何も来ないと見せかけて、ギータくれ、ギータ、ギータくれ。まあ、最悪オースティンかマーティン、杉本、カモン、何もない、何もないからの、何もないからの、飛びもしない。はい、今宮、ブランドン、加山、湯気、戸上。さあ続いて最後、何も出ない、カモンカモンカモン、当たれ、飛んでー、笑ってね、笑って、笑わない。え、K 鈴木に坂東、今宮、はい、山崎朝日の絵、リッチャー、いやー、なかなか来ない、天井まで行っちゃうよ、天井まで、もうちょっと来てもいいんじゃないんですか。はい、飛ばない。え、菊池、三ツ俣、大道、高倉、金子、はい、来ない。あと3回。もうそろそろ来て。ほー、ほう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 。はい、あー、白じゃない。ほー、小盛りなのに大盛り、小盛りなのに大盛り、天井、ノーチャンス。さあ、笑い、カモン、ノーチャンス、ノーチャンス。ケース好き、中村明の、ほら、牧原、今絶好調。ホーリー、ちょっと今打たれてる、絶不調。さあ、レッツゴーからの、なし、まさかの、まさかの天井、カモン、レインボー、カモン。いやー、これはどうなの、まさかの天井パターンじゃないの、もう来てもいいんじゃない、もう飛ばへん。石川、ケムナ、マーティ、来い。ああ、中村明。来た。天井。天井来ました。さあ、天井来ました。もう絶対当たります。もうここまで来たらギータね。ここまで来てギータだったら文句ない。ギータ。さあもう、ここまで来て。しかも何の演出もない。でも、ビップさん言ったように演出変わったらまた面白そうだったらね。何もない。ノーエン。絶対当たるのに演出ない。当たりもしない。わあ、飛びもしない。さあ、誰や？ほう。やる気だ！来い！オースティン！ということで、オースティンでした。今年はもう多分復帰しないでしょうけども、能力的にもね、いいんで。そしてじゃあ次がね、これです。S ラン契約書、タイムスリープ第2弾、確率 33%。こちらやっていきたいと思います。まあ、誰でもいい。誰が来ても、極みにはできない。さあ、誰ですか？全然演出ないな。さあ、顔が入って。さあ、誰？さあ、誰だ？ 33%。カモン！安楽！安楽済美高校。当たりもしないし、欲しいのでもない。今来てんのはね、ドリームキャラバー、さっと、エキサイティングプレイヤー。こちら、エキサイティングね、この能力。石川ね、パワーカーブね、っていうところで、今ね、今年、
いい感じでここまでね来てます。同地ね。で浅間いいね、いいけど総力型ちょっとこれは用事ないね、うん、でも今年いい感じでね、こう能力値これから上がっていくんじゃないですか。増田今年で、ね、調子いいね、しかもこれまっすぐ動くしね、守護神としてはいい感じ、しかも同地狙えます。増田いいね。青木ちょっと今抹消中ね、でも元気に頑張ってる、今年もね頑張ってここまで。でもその後に出ても浜田がね今いい感じ。秋山ミスターコントロール請求高いね。まあ今年もいい感じで投げてるね。吉川いいね、もうセカンドほぼレギュラーね、セカンドいいね。でもこの後にね、今年も怪我もあったけど頑張ってるね、いい感じ、レギュラーダッシュ。森下いいね、継承できるね。ちょっと交流戦入ってからねちょっと打たれ出してるけどね、どうしたんだろうっていうね。柳最強、柳ね、柳一番欲しい、このエキサイティングの中で。佐々木はもうすぐ継承できます、いっぱい持ってますね。もう柳も本当ノーヒットノーランしてもおかしくないぐらいね、二刀流バッティングもいい。マーキもう絶好調、三冠を狙えるかっていうね。だからもう今年ひょっとしたらね、山田浅村時代からセカンド牧時代に来るかもわかんないね。牧の頑張り次第ではプロスピードもね、これ牧ね、牧山本由伸ね、まあ、絶対的なだけにね、2失点でも負けたらなんかすごいみたいな感じになんないけど、もうめちゃくちゃすごいからね。でも山本はね通常版持ってるんでね、まあいらない俺はね。あ、佐々木朗希完全試合、まあなかなかデータが追いついてないからね、これはもうこっからでしょ。前回ね巨人戦やられて、次のね、土曜日の11日の登板、佐々木解説です。はい、松井こね、今年は怪我なく、もう250セーブね、迷宮帰り勝つ確実ですね、松井。で、しかもこのね、いい勝ちの、ね、球種もあるし、これはまあいい、松井も欲しいね。ということで、一番欲しいのが、柳です。だからもう確定は柳取りに行きます。その後で欲しいのは、牧、松井、松田だな。エキサイティングガチャ。5まで行きます。まだこれね、今やってるスカウトキャラバンでね、もらって柳が出たらね問題ないんでね。6回回す中3人来たら最強だね。1回目スタート。お、朝食熱号からの白、あー流れ悪い、流れ悪い、カモンカモンレインボー、起きた、来ましたよ来ましたよ、いきなり来ましたよ。いきなり来ましたよ。これ何パーセント ?50% なの何パーセント、いきなり。さあ、柳、いらっしゃい。さあ、いきなり、いきなり流れいい。カモン、あれ、違う方、砂だ。お、最後。最後はね、来るんだよ、エキサイティングね。これ確定なの。カモン、確定じゃなかったか。栗山じゃん。2回目流れいいよ、流れいいよ。よしこん、まさか連チャンでは来ないかな。カモンレインボー、いやーさすがに来ないか、連チャンでは。空振りからの飛ばない、飛ばない。まずおお、いいね、マスダ。マスダの流れが前も山本で来てるからね。マスダ一人来い、ま、あれマスダで、これ次マスダだね。さあ3回目マスダでもいいよ。柳じゃなかったら松井、マスダね。調子もレッツゴーからの、うん、さあこれはね、もうよ、松田の松田だよ、これも決まってんだよ。へい、ほんで、まあ、松田はもう守護神もできるからね、もうウェルカムよ。森原、柳、銀次、岡本、野間、石山、1人か2人じゃなかったか。さあ松田いらっしゃい、カモン、あっさ、さあで4回目、あっさ、まエキサイティング、もう一人欲しい。次から調子くんからの、さあレインボー来て、いやー来ない。最初のは何だったんだ、流れは。あっさまじゃないんだよね、あっさまじゃ。いやー岡本
あいやー、おー、違う、孫、孫の絵は嬉しい、栗林、5回目、とりあえずこのあれではラスト。いやー、何もない。これはまあ、S は3枚来たからまあいいけども、エキサイティング3枚来て欲しかったろう。レインボー、くわー、疲れ、打ってくれ打ってくれ、流れ悪い、笑い笑い、ノースマイル、ソン、ホガ、2枚、平井、大山、高橋、宮城、宮城の絵を嬉しいな。秋なんか、まあ、プレゼントのねやつを待ちましょう。それでは皆さんも楽しんで。残念。